さあ皆さんの気になる今年のチャンネルアイランドのパフォーマンス系のボードですね。ジアン先生、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。あの大事な大事な勝負ボード、はい、皆さん悩んでると思うんですよ、はいはい、でやっぱりチャンネルアイランドさんってすごく乗りやすくて世界中で乗ってるじゃないですか。その中でもうじゃあこれを今年の勝負ボードにしよう、コナミ用ではなくていけるかなっていうイメージの板をちょっと探してるんですが、はい、どんなアドバイスが岡島さんからいただけますか。そうですね、はい、パフォーマンスボードをうちのチームライダー、ジャパンチームの大野誠氏、大橋海と田中秀吉もいますし、あとはインターのライダーですと、コナオレアリーとか、コナコフィン、パーカーコフィン、たくさんのライダーがいるんですが、その中のボードでも結構女子の選手とかでも、パフォーマンスボードで今一番代表なのは、ルーク15というモデルはあるんですが、かなりノーズもシャープで、はい、全体的にスマートな板となってます。でやはり日本のパフォーマンスを上げるボードとしてうちのモデルで、うん、今回代表なモデルを、ここにまず4つ。そうですね、日本国内でのパフォーマンスボードと言ってるんで。そうですね、はい、お願いします、はい。まずは今でも人気にありますこのサンプラー。サンプラーいいっすね、はい。そしてこちらが、ニューフライヤー。ニューフライヤーいいですね。これはもう大野誠氏がもう絶賛している彼の、メジャーモデルの一つですね、はい。そして、去年から人気となりましたオールランドサーファーに人気なオージーフライヤー。オージーフライヤー売れてますね、はい、かなりフリーサービスも楽しめるボードでありますし、ライダーとかも、パフォーマンスとか試合とかでも使うモデルの一つです。そして、今全国的世界中ですね、はい、世界中のサーファー特に日本には僕おすすめなんですけど、はい、このモデルフィーバーというモデルですね。フィーバー、はい、これはグダースカスブラザーズの、双子の長男であるパッド・グダースカス、はい、今年はちょっと CT 落ちてしまったんですけど、去年 CT に復活した、彼がその CT に復活するために使ったモデルで、できたモデルであります。フィーバーですね、この4つのモデルを紹介したいと思います。そうですか、はい、すごいなこのラインナップ、どれにするか悩んじゃいますね。そうですね、まずこの中で、試合にコンペとか日本の中に出ていくんですけど、コナミ対策、この力がない波とかのビーチブレイクの対策としまして、一番進められるのがこのサンプラーと、ニューフライヤーですね。でサンプラーに関しては、はい、かなり全体的な幅と、ボリューム感もありますし、この、フライヤーのと同じような、ソフトウィングからのこのストレートライン、うんうん、全部のアウトラインじゃなくてこのストレートラインがあることによって、全体的にボリュームがあっても板の、テールを踏み込んだ時の、ドライブ感がすごく発揮するものとなっております。あとはこのテールのボリューム感があるので、かなりテールの幅と、ボリュームを生かすことによって、力があるサーファーにはこれを沈めることによってよりドライブ感が出るのと、力がない波でも、テールを持ち上げてくれることによって、テイクオフが、他の選手よりも1秒2秒早くテイクオフができると僕は感じております。なるほどですね。この板、はい、確かに笹粉付きもね、コナミ用でずっと使ってますよ。そうですね、彼56使ってるんじゃないかな、はい、情報を聞いて、やはりスマートにテイクオフもしていきますので、はい、彼も今年の試合で状況に合わせてはサンプラー使う。そうですね、はい、いつもね茅ヶ崎で乗ってますね、サンプラー、はい、かなりこのボードも直進性があるボードです。そうなんですね。でそれにこの、サンプラーに比べて、はい、もう少しレールを、スマートにしてレールを落として回転性を持たせたモデルがこちらのニューフライヤーです。そうなんですね、はい、これはもう大野正俊が、JPS で、史上最終戦だけ田中秀吉に同じチームだったんですけど、はい、敗れて前線優勝は逃した時に使ったモデルがこの、ニューフライヤーですね。ですよね、はい。ニューフライヤーの特徴は、はい、かなり今までのフライヤーと比べてノーズがすごくシャープです。本当だ、サンプラーに比べてもノーズはシャープで、はい、ノーズロッカーはすごく強くついています。そして、ノーズに比べて
センターの幅をしっかり出して、はい、でテールはかなりテーパーに落としてあります。ですよね、ちょっとね、薄めで、はい、レールの感じはいいのが多いです、ね、切り返し、はい、サンプラーだと沈めて反発、沈めて反発よりも、はい、レールの切り返しがすごく楽なボールです。なるほど、そういうことなんですね、はい、でさらにそのレールの切り返しを、スムーズにするためにボトム形状はシングルダブルのかなり V をつけてます。シングルダブル、シングルダブルで V をつけることによって、ネックビアードのような回転性を、求めることができます。でテールも、通常のボードよりはボリューム感はありますが、サンプラーに比べると、かなりテールも、スマートなデザインとなっています。でこちらも、フライヤー系になりますので、アウトラインもソフトウィングからのこのストレートライン、うん、これがあることによってターンをした時のドライブ感は、あります。でサンプラーに比べたら、かなり、細かい動きを、したい方だったらこのニューフライヤーは、おすすめできます。そうなんですね、はい、やはり大野正俊の、ようにこの下半身の力を利用して、はい、この、薄いレールを沈めるだけ沈めて反発を使っていく、あとはターンをした時の回転性、上トップでの回転性を求めるボードには、持ってこいのモデルですね。なるほど、はい、そして、はい、この2つに比べて若干、こちら OG フライヤー、フィーバーというのはサンプラーをニューフライヤーに比べると長めの設定で楽しんでいただきたいんですけど、この OG フライヤーに関してはこの OG っていうのはオリジナルフライヤーって言うんですね。はい、はい、オリジナルフライヤー、もともとの原型のザ・フライヤーをアウトラインをそのままでシングルダブルのボトムデザインにしました。やはりフライヤーの一番の特徴であります、アウトラインからのソフトウィングからのこのストレートラインがありますので、このボードでも、しっかり、ターンができます。ある程度のボリューム感と長さを出したいサーファー、あとは、大きい波、小さい波、ビーチブレイク、リーフブレイク、さまざまなところで、パフォーマンスをしたい、これ1本で作るモデルであればこの OG フライヤーは勧められます。そうなんですね、はい、これがじゃあかなりオールラウンドで、そうですね、コナミも対応するっていうイメージ、ベストなモデルっていうのはいろいろ、はい、あるとは思うんですけど、はい、いろんなところに通用できるサイズを選んでいろんなところに通用できるモデルであればこの OG フライヤーはベストなモデルだと思います。ある程度ボリューム感も取れますので、はい、ちょっと長めなんですよね。そうですね、サンプラーニューフライに比べると、はい、1インチから2インチ長めの設定に乗っていただいて、あ、だからちょっと大きい波も使えるから、はい、オールラウンダーなんですね、はいはい、そして、最後にもう一つ、このスミレモデルがフィーバー、はい、このフィーバーってモデルは、先ほど紹介したように、パッド・グダスカスが、CT に去年入るときに、去年 CT のツアーにいたんですけど、その一昨年 CT に入るためにいろんな世界中に回ったときに、一番、オールラウンドに使えるモデルとして、作ったモデルがこのフィーバーになります。これは本当外人の選手もすごく乗ってますよね。そうですね、特に僕いろんな選手とかの意見を聞いたり、はい、話を聞いてますけど、はい、やはりオージーフライヤーに比べると、このノーズロッカーはシャープになってます。で、リンク15とかプロトンとかに比べるとノーズロッカーを抑えてありますけど、すごくシャープなノーズデザインになっておりますが、全体的な幅をなるべくセンターの幅厚みと近づけるようなノーズ設定になっています。なるほどです、ね、はい、でシンプルなデザイン、シンプルな、シングルコーンケープになってますので、テールデザインもかなりシンプルなデザインになってます。でこのボードに関しては、今田中秀吉、うちのライダーの田中秀吉もすごく愛用しているモデルがありますが、僕のいろんなライダーからのフィードバックをもらうと、かなりビーチブレイク、うん、リーフブレイクでも全然発揮ができますが、はい、ビーチブレイクでは最強なモデルだっていう意見は聞いてます。実際僕はね、はい、去年パフォーマンスとか試合出るわけじゃないんですけど、はい、去年この60のボードでバリに持ってたんですけど、バリでもすごく楽しめた、ね、いいなー、そうなんですね、はい、これ一本持ってバリ、はい、そして千葉、茨城と、まあ、湘南サイズアップした時、はい、こういうボードが1本あると本当いいですよ ね。あと選手によっては、はい、膝とかももの、コンディションの時でも、うん、やはりノーズがシャープな方のが板を返しやすいって話も聞くんで、その時にこのフィーバーを出す選手も結構多いですね。そういうことなんですね、はい、
あとはここにあるモデルは、他の今モデルと比べて、はい、新しい素材チャネルアイランズが今使っているこのスパインテックっていう素材なんですけど、これはノンストリンガーの、EPS のブランチに、こちらのこの黒いこのバーですね、これがスパインテックの素材になるんですけど、このバーを埋め込んでます。でこれが芯材になり、ボトムには、板のバランスを考えるためノーズからテールまで、カーボンのテープを貼ってます。でこれでボトムのブレがないようにボトムを固定しています。でこのスパインテックの素材というのは、はい、ぜひ、ね、今度お店に来ていただきたいんですけど、サンプル品を用意しますので、かなり曲げてマイナスにしても折れない、広げてまた反発もいい、その必ずフラットな状態で曲げても戻る、曲げても戻るっていう素材をこれを埋め込むことによって、サーフのターンをした時、当て込んだ時のしなりからすぐサーフボードがフラットに戻るっていう特徴があります。そうなんですね、はい、すごい秘密が隠されてるんですね、はい、この素材に関しては、はい、もうすべてのオーダー対応で、はい、ストックのボードもありますし、はい、ロングボードとか、例えばミッドレングスのボード以外のもの以外はすべてのボードに対応できます。すごいですね。これ黒いんですけど、トヨタさん、はい、決してカーボンじゃないんですよ、はい、これは樹脂と、クロスの、粉をゲル状に練り合わせて、それを潰しながら引っ張ってこの素材を作ります。そうなんです、カーボンではないんです、はい、まあ他のカーボン素材のものとバランスを考えて、ここだけ赤だとなんかかっこ悪くなっちゃうんで、黒で統一してます。そういうことなんですね、はい、勉強になります。でもこの両サイドはカーボン、これカーボンです。これはスパインテックを抑えるためにカーボン素材を入れて、このテールにも、テールパッチを入れてます。そうなんですね、はい、まあ、それぞれすごい特徴が今分かったんですけど、そうですね、あとこれはスタッフという雑誌があるんだと思うんですけど、はい、で皆さん知ってると思うんですけど、はい、イン・ザ・ダークっていう、ビッグファインディングが、真っ黒にボードをした、ありましたね、EPS 素材を、テストするっていう中で優勝したモデルが、はい、このフィーバーのスパインテックです。そういうことなんですね、はい、現役を去年引退しましたミック・ファーニング、はい、もう3度のワールドチャンピオンのミック・ファーニングも EPS 素材の中で一番気に入ってくれた素材でもあるスパインテックで、サーフボードのモデルとしてもこのフィーバーを選んでくれました。さすがです。皆さん今年はフィーバーいっぱいお店に並びますので、はい、一本ね、オールランド欲しい人、本当ビーチブレイクの小さい時も使えるモデルなんで、ですよね、はい、フリーサーファーから NSA サーファー、プロサーファーまで、はい、全てがこのフィーバー、はい、今ブレイク中です、はい、そしてもう少し乗りやすさでいうとこの OG フライヤーですね、はい、ありがとうございます。岡島さん今日はありがとうございました。勉強になります、はい、ぜひまた海で楽しんでください。お願いします。今日はチャンネルアイランドのジャパンの岡島さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。